じゃあお店の人に渡して。はい、じゃあ、めっちゃ嬉しそうじゃん気をつけてよ。皆様お待たせいたしました。はい、ビギナゴという魚を使用しておりますね。やりますね。おお、めっちゃ暴れとるわ。すごい、おお、すごいすごい。早いね。チェキがいいね。食ってる。もう餌がないからって言っちゃった。ちょっともうないかもね。どこ行った？あれ？消えた。もう人の見しちゃったのかな。そうです。食べましたね。すごい。そしてこんな。多分ブリージング補正とか手ブレ補正使うときも正直そんなに。カラスみたいなやつ。ハトだね。カラスいる。ほらほら。ああ、カラスもいるね。でカラスとハトの縄張り争い。縄張り争い？いい葉っぱミッケじゃないよテレビ塔。わー、きれい。続いての方、こちらへどうぞ。こんにちは。今日は上見た？何回目の何と？ハトが。楽しみですか。登るよ。ほい。ちょうどいい涼しさ。ね。これはあれだな。カフェの匂い。うん。はい。チケット拝見いたします。ありがとうございます。いいですかね。はい。はい。ちょっと奥行かせてもらう。90メートルのスカイデッキまでご案内いたします。90メートル。あ、もうすぐ見えるよ。なんか古い感じだね。本日は中央電力未来タワーにご来場いただき誠にありがとうございます。ほら見て、地上90メートルのスカイデッキへお連れします。高いね。脱炭素社会実現に向け県内の水力で発電した電気を使っています。まだまだ登るんだよ。中央電力未来タワーは1954年日本初の新約電波鉄塔として誕生し、2022年に階段が登り専用になっております。ちょっと閉鎖して。あ、いいいい、登りたい。どうぞ。違う違う、あるじゃん階段。いいいい、なんかの、ね、東京タワーがね、よく見る。すごい、思ったより上上がってくるね。お、高っ、怖すごい。すごい。遠くまで見える。めっちゃ遠くまで見えるじゃん。すごい。いつまで上がる？ここか。まだ上がる。怖っ。もうすぐ。おお、怖っ。すごい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 。すご
あれね、あっちが駅だね、名古屋駅だよ。これはお金を入れてくださいだって残念でした。ミカビン、あすちゃん見て、あそこ観覧車ある、ガーンお金入れてくださいって書いてあるよ、どうする。じゃあ同時じゃない、片っぽこっちで、こっちで大きくするんだって。ほらすごい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 、おーめっちゃズームじゃん、すごい。下とか行かない。え、下、下これだから上、上に、あ、これ以上下行かないんじゃない。うん、すごい。あ、終わった、終わってしまいましたか。見えたよ。あれ、海に見えそうじゃん。え、あ、大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、お客様入ります。あ、行っていいよ、これ上行けるって。あ、どうぞ。スカイバルコニーって、マジでちょっとこれ外出るとかなんかそういう話。ちょっとやだ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 、マジで言ってる。こんにちは。え、ここ何、外マジで怖っ。ガラスあるから、ガラスあっても怖いよ。うほーうほほ、怖っ嘘でしょ。バランスボールこんなとこでバランスしてどうするよ、怖いだけじゃん。こちらでチップ回収してます。あ、何かマラソンの人がいるんだ。へえー、よいしょね、怖ー。ちょっと湿ってる、人工芝。お、風がやべえな。すごー。恋人の聖地。おお、オアシスがあんな下に見える。おわ、そうでしょ、こわ。いやー、いや、これちょっと無理かも。名古屋ドーム、すごっ楽しい？今日はポカポカで気持ちいい。寝そう。寝そう？日当たりがいい。そんな外の方見て怖くない？怖くないよ。マジか。マジ。いや、あの、そうして。そうね。じゃあこれお城見えるかな？お城？うん。あ、お城見えるわ。名古屋城見えるね。見えるけど、じゃあ景色の感想を言ってください。景色の感想を言ってください。高いです。どうですか。お城が見えて嬉しいです。高いね。
じゃじゃん。AF じゃなかったから認識しなかった。じゃじゃん。その隙間さ、怖くない？めっちゃ怖いんだけど、その隙間なんかこう外へ通じてる感じが。お、見える。そこにズドンって落ちていくの。ズドンと落ちていくって言わないで。ほら、うん、分かる気がする。すごいよ、こっち。あ、こっちも景色すごいね。あ、どんどん下がっていく。お帰りなさいませ。これよりエレベーターは3階タワーステーションへ参ります。スカイデッキからの景色はいかがでしたか？CO2 フリータワーとなった中部電力未来タワーは、これからも未来に続く名古屋のシンボルとして皆様に愛されるタワーを目指してまいります。お待たせいたしました。まもなくタワーステーションでございます。タワーステーションにはグッズショップ、景色を楽しめるカフェがございますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。お帰りのお客様はエレベーターを。どんなところが楽しかった？聞いてる？どんなところが楽しかった？双眼鏡と後ろ見えたりと、高いところが見えたりと、パパが怖がってるのが面白かったこと。そっか。中に入れる。持ってきました。食べれる？まだこれ階段登るのやってる。すごい。乾杯しよう。おいおい、乾杯が先。乾杯。おつうん、うまい。靴下。ハングル語はこうゴーと聞いてると日本語のようにしてるから、あの黄色いやつ。そうだね、あれだね、あれ、これ、うん。